日本史別天地多田篤伝合上記、合理主義と情の人々を広めるために。登場人物、松平忠成、上田藩最後の藩主、弟の忠篤とともに23歳の時に留学する。秀才型でラトガース大学を優秀な成績で卒業し、帰国後は外務省御用係、宮内省式部官などを歴任した。嘉永3年1850年から明治28年1895年没。松平忠篤、上田藩主老中松平忠方の子息。明治初期21歳でアメリカに留学。天才的な頭脳を持ち、和算と測量技術に優れ、アメリカにおける初の日本人公職者となる。外国人女性と国際結婚した日本人男性の第一号。嘉永4年1851年から明治21年1888年没。カリー・サンプソン、ラトガース大学前にある書店の娘。19歳で忠篤と駆け落ちをしてニューヨークで結婚する。アレックス、ラトガース大学の学生、カリーの幼なじみ。松平忠方、上田藩主、徳川政権の老中として日米和親条約、日米修好通商条約の調印に力を尽くす。文化9年1812年から安政6年1859年没。吉田時倉、架空の人物、上田藩士、忠方に仕える。赤松小三郎、上田藩士、兵学者、政治思想家。天保2年1831年から慶応3年1867年没。立憲政治を提案する誤解性向上書を書いて徳川政権などに献白したが、大政奉還を目前に京都で暗殺された。門倉伝次郎、上田藩士、文政3年1820年から明治21年1888年没。馬術の専門家、赤松小三郎の同僚、忠方、忠成に仕える。横浜でイギリスの軍人アプリンに西洋馬術と馬の理学療法を習う。工藤誠一、東京出身の開拓者派遣の留学生。1872年にラトガース大学へ留学。1878年に古典学部を卒業。帰国後は札幌農学校に奉職。おみつ、甲州街道沿いの村の娘。矢左衛門、おみつの父。ジョン、白人の乱暴な男。ライタンガーでの港で仕事をしている。メアリー、風紀よからぬ店で働く白人の女、ジョンの恋人。脚本、湊かおる。その1、世が世であれば。明治5年7月1日、1872年8月4日、横浜港。サンフランシスコ行きのアメリカの客船が出港の準備をしていた。日の光に船体は輝き、船員たちの英語混じりの怒鳴る声やカモメの鳴き声が聞こえている。松平忠成と忠篤の兄弟は短髪に洋装、それぞれ真新しいトランクを足元に置いて辺りを眺めている。家臣の吉田時倉と門倉伝次郎が紋付き袴の清掃で見送りに来ていた。いよいよご出発でございますね。お見送りが門倉殿と吉田のみで、いささか寂しく存じますが。いや、若様お二人ともご立派になられて、亡き殿忠方様の強いご意志に従いご留学の運びになり、誠におめでとうございます。世が世であれば家臣一同揃ってお二人の門出をお祝いしましたものを。私も悔しゅうございます。二人は平伏し、港の地面に頭をすりつけた。近くを通った外国人の夫婦がと小さな声を上げた。もう手を上げよ。そのように所構わず這いつくばるゆえ、異人からおかしく見られるのだそれに世が世であればという言い方も聞き苦しいぞ。時代は変わったのだ。確かに。ただ錦の御旗を騎馬隊の前に掲げて進軍し、
今の勝てば官軍という風潮が納得いかないのでございます。誰が聞いているかわからぬ。門倉、本音は小声にせよ。あの御旗は公家の岩倉殿が考えたものらしい。あの軸のずれた駒のような岩倉、軸もずれすぎれば倒れましょう。兄上、得意の和算で計算してはいかがか。和算ならお前の方が才能が上ではないか。そろそろ行くぞ門倉。土産は馬に関する本で良いのだな。はい、新しいものがあれば。手に入り次第帰国する者に託してお届けさせよう。ありがたき幸せに存じます。吉田は何が言う。お前はすでに泣いているのか。私はただお二人のご無事ご帰国を。晴れの日に涙は禁物。お二人のご勉学が進みますように心からお祈り申し上げます。では行ってまいる。英語の習得に3年、専門の学問に3年、帰国まで6年かかる。その間二人とも息災で暮らせよ。行ってまいる。何があっても生き延びよう。出港を告げるドラの身にタラップを上がる二人の靴をとめかせない。しばらくして甲板に並んで手を振る兄弟を門倉と吉田は眩しそうに見られた。やがて船は岸壁を離れ、見送りの二人は帰りの道を歩きながら小声で言葉を交わした。何としても語学問を身につけて帰っていただかねば。心配めさるな。忠方様が急逝なさった後、わずか10歳で後を継がれたご立派な忠成様のお写真をご覧なさい。門倉は肌身離さず持っている忠成の乗馬姿の写真を取り出した。この手綱を引いているのは門倉殿ですね。さよう。お二人とも利発でいらして、忠成様は秀才型、忠厚様は天才型、無事にお帰りになる日をお待ち申し上げましょう。お待ち申し上げましょう。その2、甲州街道はもう春なのさ。慶応3年1867年12月に徳川慶喜が大政奉還をした後、新政府軍が進軍するにつれて戦闘が起き、将棋隊や渋沢栄一のいとこの渋沢誠一郎が率いる分派の新武軍など旧幕府軍の部隊が入り乱れ、甲州街道沿いの村も混乱していた。慶応4年1868年の春、ある夕方、百姓矢左衛門の家に一人の浪人風の男が一夜の宿を求めてやってきた。矢左衛門は名主にお伺いを立ててから納屋に泊める。娘のおみつは握り飯を作り、土間でやかんを持って立っている父に声をかけた。お父っつぁん、握り飯ができたよ。おめえの作ったのは形がめちゃくちゃだな。仕方ねえよ、おっかさんまだ具合が悪いんだもん。街道を行き来するお侍の姿を見て腰を抜かしちまったからな。それよりあのお侍さんはいいもんなの、悪いやつなの。いいも悪いも徳川様が勝つか天様の軍が勝つかまだわからねえんだから、あまり邪険にして徳川様を盛り返したらお咎めもあろう。だからうちも握り飯とさゆぐらいはよ。まあおもてなしだな。それより納屋に近づくんじゃねえぞ。分かったよ。おみつはその夜寝返りを何度も打ちながら眠った。翌朝起きて畑に出ようとして井戸のそばに水盛りを取った跡があるのを見つけた。ああ、侍とは因果なものだね。死にに行く気でここを出たんだ。もし今日死んだとしたら、あたいのめちゃくちゃな握り飯が根性の別れっていうわけさ。おみつは畑の草を抜きながら、侍になりたくて近所の村を出て京都へ行った近藤勇や土方歳三のことをしきりに思った。その3、源頭の武士。ラトガース大学のキャンパスは広大な敷地に石造りの校舎が建っている。グラマースクールのレッスンを終えた忠成と忠厚はテキストを抱えて手入れの行き届いた芝生の間の
石畳の小道を歩いていた。忠敦、お前はいつも私を先に行かせる。この国では兄弟でも並んで歩く。兄弟でもファーストネームで呼び合うのです。徴用の女もあらばこそだ。野蛮と思わないか。英語を学び、文化の違いにも慣れなくては。1年学んで英語はスラングまで聞き取れるようになったが、この前ひどい目にあった。1週間前サンプソンの店に行った時、カリーの店ですね。帰り道で痩せた黒人の男にすれ違いざま、イエローモンキーと言われた。それはひどい。とっさにもう刺してもいない刀に手をかけ、切る仕草をした。無礼者、手打ちにしてくれると。私には濃い口を切る音が聞こえた。男はギャッと叫んで逃げていった。幻の刀に兄上の気迫がこもっていたのでしょう。幻の刀か。大学の中にいるときは良いが、通りを歩いていれば私もただの東洋人だ。いっそ崩れた英語の発音など聞き取れない方が良かった。そのようなことはおっしゃいますな。差別をする者はほんの一握り。気にせず勉学に打ち込みましょう。それもそうだな。学問で成果を上げることが亡き父上へのご奉公でもあるな。大学の門を出て二人はそれぞれの下宿へと帰った。その4、ブレイブーマン。忠成から幻の刀の話を聞いた 2,3 日後の夕方、忠敦はサンプソン書店に注文していた本を受け取りに出かけた。元軍人のウィリアム・サンプソンが経営している店は、新聞や雑誌のほか壁紙や雑貨も手広く扱い、娘のカリーも店番を手伝うことがあった。カリーは赤い髪が白い肌を緩く縁取り、黒目がちの瞳が印象的な若い娘だった。いらっしゃいませ。松平です。注文した本は入っていますか？予約の伝票はこれです。ミスター・タドアツ・松平様ですね。少しお待ちください。僕の名前長いから言いにくいでしょう。大丈夫。ミスター・タドアツ・松平、ご注文の方はこちらですか？そうです。タドアツが渡した代金を受け取ってから本を袋に入れようとうつむくカリーに、タダーツは声をかけた。そうだ、私のことはタッドと呼んでくれないか。もう何度もこの店で買い物をしてアメリカの風習にも慣れたから。サンプソンさん、それでは私のことはカリーって呼んでください。カリー、リーの発音はこれで合ってる？合ってますよ。タッ二人が顔を見合わせて笑っていると、大柄な白人のジョンが入ってきて、タダーツを一別し手に持ったスナックの袋でタダーツを押しのけるようにして大声を出した。急いでるんだ、先に会見してくれ。こちらのお客様が先です。順番にいたしますから。どうして俺がこんなやつの後なんだ。うちの店のポリシーです。順番をお守りください。こんな店二度と来るもんか。ドアを乱暴に閉め、ジョンが出ていくと、カリーはタダーツの本を袋に入れて渡した。カリー、ブレイブウーマン、君はなんて勇敢な女性なんだ。この町はラリタンガーの港に船が通っていろいろな人が来るところ。どなたでも気持ちよくお買い物ができなくては。そうだね、ありがとう。また来るよ。お父さんにもよろしく。はい、またいらしてください。だ、じゃあまたね、カリー。町外れの風紀よからぬ店の店内で、メアリーはジョンが来るのを待っていた。ジョンが菓子の袋をつかんで扉を開けて入ってくると、彼女はつま先立って出迎えた。ジョン、遅かったじゃないか。これ買ってきたぜ。サンプソンの店の高級品じゃないけどな。いつもありがとう。なんだっていいんだよ、甘いもんなら。そうかい。まったく、あの店はいいもの置いてるからって生意気でいけねえや。なんかあったのかい？ああ、暇そうな日本人の学生が来ていてな。俺を先にしろ。店番の若い娘っ子が、店のポリシーです、順番を守ってください、言いやがる。だってお前さんは仕事が終わってここへ来るだけじゃないか。可愛いおめえの顔見るのが急ぎの仕事じゃねえか。
俺はね、今に金を貯めてでっかい船を買ってよ、クジラを取りに日本まで行くのさ。じいさんのようによ、親父は沿岸の小さな船団のまとめ役で終わった。メアリー、大船団の船長さんの恋人になんないかい？またそれだ。夢を見るのもいいけどさ。夢じゃねえよ、酒酒、いつもの持ってきてくれ。はいはい。タダーツはラトガース大学のグラマースクールを2年で切り上げ、マサチューセッツ州のウースターフリースクール、後の工学大学に移り、その後ボストンのハーバード大学で学んでいた。兄はグラマースクールに3年間通い、ラトガース大学の3年生の理学部に進んだが、最初の年に留年してしまう。タダーツは休暇でニューブランズウィックに帰ってくる前に兄が留年したことを手紙で知り、忠成の下宿に駆けつける。兄上。兄上様。忠敦か？今開ける。いかがなされました？少しおやつれになったような。留年したことを文で国元に知らせたが、がっかりしたという返事が来た。仕送りの算段もあるからな。兄上が学業を怠けてこうなったことではないことは私には分かっております。お前にはな。しかし元の家臣たちは分かるまい。兄上は緻密なお勉強をなさるから進まなくなるのです。いや、勉強以外にいろいろと考えてしまってな。図書館で書物を見ているうちに歴史の本などに目がいって、もう少し何かできなかったかと。何かとは？上田藩を継いでからのことや、戊辰の役で勤王か砂漠か明らかにするように迫られた時の自分の判断に思いを巡らしているうちに、簡単な計算も間違い、試験も失敗した。今はそのことはもう良いではありませんか。お前はラトガースにいるときにクラスの代表に選ばれて大学側に交渉したことがあったな。ええ、結核が流行り命を落とす学生までいるので、その対策をしてくれるようにと理事たちに申し入れをしました。お前は代表としてふさわしい振る舞いができる。家臣たちが私ではなくお前を跡継ぎにしたかったと思う気持ちも今ならわかる。兄上、おやめください。ただあつ、私は病弱であったこともあるが、家臣から疎まれたのだ。藩の行く末を考えれば、私が職人の娘から生まれたというだけではなく、人物としてお前と私の技量を比べたからなのではないか。そのようなことを言ってはなりません。跡継ぎのことは父上がお決めになったことではないですか。そうであったな。今はご無理をせず、次には必ず進級することを目指して、お体に気をつけてお過ごしくださることです。ああ、この部屋は狭い。午後は外出よう。元の屋敷が広すぎたのです。その日の午後、アンダーソン家の牧場に忠成と忠厚の姿があった。この牧場は広々として気持ちがいいですね。サンプソンの店で馬に関する本を買ったら紹介してもらった。馬の手入れを手伝えば無料で乗って良いことになった。それは良かった。二人はそれぞれ選んだ馬に乗り馬場へ出た。風が二人の頬と髪を撫でながら吹いていく。忠成は馬の歩道を緩め、忠厚を振り向いた。忠厚、この牧場で初めて馬に乗った時、アンダーソン氏がイギリス式の乗馬スタイルですねと言ったのだ。私たちの乗馬の指南役の門倉は、横浜でイギリスの軍人アプリンから最新式の馬術を教わったからですね。写真にも残ってるが、あの頃西洋式の鞍などを使ったのは我が上田藩が初めてだったのだ。赤松小三郎もアプリンから英語や兵学を習い、京都に塾を開いて、いろいろな藩の武士にイギリス式歩兵の訓練をしていました。あの頃赤松が建白してきた誤解性向上書を読み、人民平等だ、議会政治だなど無理を言うものと思ったが、今になれば朝廷と徳川と各藩で協力し、憲法に従って祭りごとを行うというのはそれほどおかしくないことだった。男女とも投票できる普通選挙などイギリスより進んでいますよ。このアメリカでも女性はできないそうです。その赤松が
新しい王を見ないうちに暗殺されてしまうなど惜しいことだ。尊王攘夷とは何だったのでしょう。そういえばちょっとおかしなことを耳にした。軍政の頃、イギリスの船の乗組員がクジラを追って大船で来て、日立の沖で水戸藩内の漁民たちと出会い、英語を教えたりイギリスの貨幣をやったりしていたそうだ。50年ほど前のことですね。水戸藩は長い海岸線を持っていますから。漁師たちがイギリス人と親しくなり、藩の秩序を脅かすことを心配した藩は交流を厳しく禁じたという。鎖国中とはいえ、異人を一方的に恐れるのは水戸の内政問題ではないか。その恐れが排斥につながり、攘夷の思想が萩へ飛び火し、やがて日の本全体に及んでこうなったのだ。こうして兄上と靴輪を並べていると、幼き頃門倉に馬の手ほどきをしてもらったことが思い出されますね。本物の馬に乗る前は竹の棒に馬の顔をつけた本間さんだ。その頃吉田もよく遊び相手をしてくれたものです。その吉田のことだが、先日の文によれば富士、蝦夷、いや北海道の松前に渡り家族を持ったという。時代が変わり、ありえない身分の高いお方を妻としてお迎えし、荷が重いことでしょう。新政府が戸籍を作るというので、幕臣側の方を隠すための苦肉の策ですが。新政府は徳川幕府が無能だったと吹聴しているのに、今になって幕臣を使おうとしている。下級の武士でも和算や科学の基礎まで収めていましたからね。英語を収めた兄上にも誘いが来ているのでしょう。私は赤松の憲白書が生かされていたら、新政府がもっと違う形になっていたのではないかと無念でならぬ。兄上、もう戻りましょう。いつかはその無念を晴らす日も来るでしょう。二人は馬をせかして駆け足で馬房へ帰った。その後、ジュゴイのプリンス、サンプソン書店は店の一角に小さなテーブルと椅子が置いてあり、ラトガス大学の学生のたまり場になっている。忠成は幾度かの留年を経て無事進級し、ラトガース大学理学部の3年生となった。そんな日の夕方、同じ学部の2年生のアレックスが苛立ちながら店に入ってくる。カリー、この間頼んでおいた雑誌届いてる？また予約表くしゃくしゃにして。名前が読めりゃいいんだろ。長い名前じゃないんだから。それ日本人への差別になるわよ。そんなことでよくクラスの代表に選ばれたものだわ。幼なじみだからってズケズケ言うなよ。前のやつと比べられて傷ついてるんだからな。タッドのことね。うん、タッドと兄貴のことだけどさ、プリンスって本当なのかな。王子って天皇の子供だけじゃないの？それにあんまり似てないよな。本当に兄弟かな。お母さんが違うって言ってたわ。よくそんなこと知ってるね。父親が浮気者とか。日本にはファミリーを絶やさないように側室というセカンダリーワイフを持つ制度があったそうなの。じゃあ名前が忠成なんとかっていうのに、学内新聞の写真に15位ってサインをしているのはなんだ？本人に聞けば。あ、噂をすれば影よ。忠成が店のドアに手をかけ、アレックスの姿を見てためらいながら入ってくる。いらっしゃいませ。こんにちは。いつものインクをください。はい、ブルーノですね。ありがとう。ちょっと時間あるかい？ああ。君の名前は忠成松平なんだろう。ここに載ってる君の写真に15位松平ってサインがしてある。どうして15位って書くの？15位だよ。それは天皇にお仕えする武士がいただく官位なんだ。明治政府になって藩知事の身分になったが、その地位もなくなった。でもこの十五位だけは天皇が統治する政府の居所だから書いてるのさ。天皇にお仕えする。じゃあなんで王子なの？日本は藩が300ぐらいあって、藩主はそれぞれ城を持っていた。藩主は英語にすればプリンスになる。父が急死し、僕は10歳で家督を継いだ。父は朝陽の城を重んじ、遺言によって上田藩主を継いだけど、家臣の間では病弱な僕よりも侍の娘が産んだ弟を藩主にしたかった者がいて、
居心地が悪かった。だから君がクラスの代表に選ばれてからタッドと比べられて重荷だと言いに来るために僕は家臣に責められているような気持ちになっていたんだ。そんな、もういい加減にしてくれないか。わかった、もう言わないよ。忠成が店を出ていくのをカリーは心配そうに見送った。その6、ダンスとスパイ。3年生になり卒業の準備に入った忠成と休暇で帰ってきた忠厚は馬に乗りラリタン川にやってきた。川のほとりの木の幹に2頭の馬をつなぎ川の流れを眺めながら言葉を交わした。忠厚、一時は心配をかけたが論文の準備も進みこれで卒業できる。テーマも内容も担当教授から高い評価をいただいている。日本の聖堂に関する歴史的な考察も含めたものだそうですね。宋行基の時代のことから書いてみた。帰国を待っている家臣たちも喜ぶでしょう。しかし私のために学生の有志がダンスパーティーを開いてくれるといういささか迷惑だ。ダンスはお嫌いでしたね。でもこれから外務省に奉職するのですから心得ておかなければ。覚悟はしているが、あの女性たちの服装が苦手だ。肩を両方とも出して。仕方がありません、あれが大人の女性の清掃です。ダンスは若い男女が交際相手を探す場と思っていたのだが。確かにあれだけ体が近づけば相性がわかるでしょう。私たちも子供の頃、襟や腰紐を直す侍女の中でも合うものとそうでないものがいたでしょう。私は合わぬものの時じっと我慢していると母が後で事情を変えてくれた。兄上は我慢してしまうのですか。私はねっちり何度も襟を直す次女の手首を払って転ばせ父上から叱られたことがあります。お前は我慢をしないのか。私はパーティーに連れててコリコリした。コロン奮奮の女性がシャルイダンスと手を取り教えようとするのだ。外務省では外交官の奥方様たちのダンスのお相手をしながら、ご主人はどのような役職でとか、日本の印象について何かおっしゃっていましたかとか探りを入れて聞き出すのです。なに、この私に官庁の真似をしろというのか。あ、いえ、それが外交というものだと申し上げているのです。外務省の奉職命令を見ているうちに嫌気がさした。異国と大きな戦もせずに開国が進んだのは我が父松平忠方と多く歌橋殿たちの力があってのことと思うのだが、まるでなかったかのように物事が進んでいる。岩倉と薩摩長州め、私は悔しくて時々ここに来ては大声で叫んでいる。そうでしたか。しばらく二人は川の流れを見つめていた。兄上、後ろを振り向かずに靴紐を結ぶふりをして手頃な小石か枝を拾ってください。ん？忠厚と忠成は振り返りざま手にしたものを投げた。弟の投げた小石は片方の男の手首を落ち、兄の投げた小枝はもう片方の男の眉間に当たった。馬を盗もうとしていた二人の男は叫び声を上げて逃げていった。兄弟は男たちを退治した喜びを胸に馬に乗り牧場へと帰った。いきなりなんだよ。馬泥棒が出たんだよ。お若がうちの店で誰かかくまってないかって聞きに来たんだ。俺じゃねえよ。そりゃそうだよ。でもあんたは友達の友達ぐらいはあいつかなって思い当たるのがいるんだろう。ああ、俺顔が広いからな。こんなことになるためにこっちは寿命が縮んじまうよ。人違いでショッピー行かれたらどうするかと思ってた。あれ、おめえ本気で泣いてくれてるのかい。当たり前だろ。俺のことを本気で心配してくれる女がいたのか。俺さ、安心したら急に小腹が空いたね。俺さ、金を貯めて大きな船を買って、クジラを取りに行くんだろ。確かに夢のためにちょっと危ねえ仕事も引き受けてきたし、橋系の船長にならねえかという声がかかっても断り続けてきたけどよ。そんなんで収まったら夢が叶わないもんね。メアリー、今日実はな、
船長になる契約をしてきたんだ。俺と一緒になってくれ。橋家の船長のおかみさんじゃつまんねえだろうけど、結婚してくれ。それ私に言ってんの？この家業がどんなものか知ってんだろ。酒を出すだけの店じゃないんだよ。知ってるさ。だからこれからは俺のベッドだけに来い。驚いてないで返事をしてくれよ。俺と結婚してくれないか。もちろん、答えははいだよ。俺は本気で泣いてくれる女と一緒になるんだ。その7、The Pale After Me。 その明くる日の夕方、サンプソン書店の扉をタダーツがそっと開けた。店番をしていたカリーが顔を上げる。はい、ブレイブウーマン。はい、タッド。ダンスの教則本はないかな。進級した兄のために学生がパーティーを開いてくれるんだって。兄は苦手で。まとまった本はないわね。このパンフレット、卒業生の誰かが作ったものだけど、基本的なステップはわかると思うわ。ありがとう。兄には後で返すように伝えるから。だ、ボストンには大きな本屋さんがあるんでしょうね。あるけど、君がいないんじゃ。え？この休暇が終わったらボストンへ戻る。今、土木工学の勉強をしていて、論文の準備をしているんだ。そう。そうしたら来年は卒業ね。頑張ってね。ダンスのパンフレットを持って店を出ていくタダーズをカリーは少し寂しそうに見送っていた。翌年の6月、サンプソン書店をタダーズが訪れた。こんにちは、カリー。タン！お兄さんのご卒業おめでとう。努力の成果ね。父も喜んでたわ。兄もこれで胸を張って日本に帰国できると言っていた。そう、よかったわね。うん。カリー、前に話したように私は妻はいるが、今まで女性に結婚を申し込んだことがないんだ。英語で結婚してくださいはなんて言うんだ。Will you marry me? Repeat after me. Will you marry me? うん、最後の方を挙げて言うの。女性に尋ねて相手が答えるんだから。 Will you marry me? うん、そうそう、よくなったわ。 Will you marry me? うん、正しいアクセントよ。そうじゃないんだ、カリー。 Will you marry me? Me? You. Will you marry me? Yes.Yes, of course. Yes. でもあなたは日本へ帰る人だから好きになってはいけないと思ってたわ。帰らない。実はニューヨークで世話をしてくれる人があって、卒業後の仕事も決まってたんだ。でも君のいない街なんて暮らす気にならない。日本には奥さんが待ってんじゃないの？離縁して彼女が自由に暮らせるように手続きをする。日本にも戻らない。これからはただのタッドだ。プリンスじゃないんだ。それでもいいかい？名前なんか何でもいいわ。私にとってはあなたはいつまでもプリンスよ。気品があって優しくて天才的な頭脳を持つカリー。タッド。二人は手を取り合いニューヨークへ向かった。その8、一人船上で大型のアメリカの客船が横浜への航路を進んでいた。船のデッキ上のテーブルに一人で座り、遠のいていくアメリカの大陸をただなりは眺めていた。とうとう現れなかったな、ただあつ。メンツを潰しおって松平の名前に
泥を塗りおって私は待っていたのだ。しかし一人で東京へ帰るぞ。これが家族で撮った最後の写真だ。ニューヨークでの勤め、カリーとの生活は厳しいこともあろうが、生き延びよ、タタアツ。私はお前の兄でよかった。船は外洋に出て速度を増していった。忠成は日本に帰国後、外務省に奉職し44歳の生涯を閉じる。忠厚は忠成の帰国後、カリーとニューヨークで結婚し、土木工学の専門家として鉄道建設の測量にも携わり、新しい測量器具を発明するなど優れた業績を残している。彼は一度も帰国することなく、36歳で結核のために命を落とし、アメリカの土となった。明治初期、忠成は英語で日本の青銅ブロンズについての卒業論文を書き、忠厚は江戸時代の和算マルマーティクスの本を英語で翻訳出版する企画をしていたことは記憶すべきことだろう。知性の剣を振るっていた勇者として。こんにちは、吉田時倉です。松平忠成様、忠厚様、明治初期にアメリカへ留学の巻でした。最近留学する人が減っているという日本ですが、こんな時代にプリンスがいらしたことを分かっていただければいいのです。そして忘れないでください。鎖国を解き、開国と貿易で日本の発展の基礎を作ったのは父上の松平忠方さんだということも。それではコール&レスポンスいきますよ。私がコールしたらお名前を言ってくださいね。天才型だ、忠方さん。秀才型だ、忠方さん。差別に負けない、忠方さん。ラストプリンス、忠方さん。国際結婚、忠方さん。ありがとうございました。忠厚伝合成記、港薫作。声の出演、松平忠厚、新井仁、松平忠成、森山隆、カリー・サンプソン、岩和音、アレックス、林和夫、吉田時久田、藤井信樹、門倉伝次郎、大谷俊之、おみつ、岩和音、矢沢の宇治家信樹、ジョン、ひとみちゃん、メアリー、岩和音、ナレーション、岩和音、歴史考証、関義樹、編集、岩和音、音楽協力、メカエルビス、スペシャルサンクス、東郷エリカ、上田市立博物館。恒例おまけコーナー。日本史別天地第4弾、忠厚伝合成記。拓殖大学教授関義樹先生から今作の感想です。でも政治ドラマと大きく変わった恋愛ドラマということで、なかなか、はい、用意できなかったんじゃないかなと思います。でも本当に分かってないので、いろんなことをこれから調べないといけない。松平忠厚って今清発野口英世ですけれども、野口英世もアメリカで活躍 してますけれども、ほとんどあれですよね、彼の研究とか実は間違ってたっていうことが後に分かってるんですけど、忠厚は本当にアメリカで研究業績が評価されてメジャーになった日本人第一号なんですよ。だから大谷翔平が今日本から来たすげえやつって感じになってるけど、アメリカの土木工学の世界では日本から来た発明家ですごいやつっていう、その全米に名前が鳴り響いた多分日本人第一号なんですよ。
から野口英世が千円札だったら忠厚だって千円札でもいいじゃないかぐらいの本当は人物なんだけど誰も知らない、特に千円札誰も知らない人です。でアメリカ人女性と結婚した日本人第1号なのも間違いないんですけど、それも誰も知らない。でこれからちょっと調べて、で忠厚の研究業績とかもちゃんと調べてやっぱまとめていかないと、でまだ分かってないことも多すぎて、まあ恋愛ドラマだったら想像でいくらでも作れますので、これからそういう彼の研究業績とかその忠成の研究とかも多分彼らがそのアメリカの学術誌に論文を載せて、それが通った審査を通った日本人第1号ぐらいなんですよね。でそれも第1号誰かってことをちゃんと調べなくちゃいけないので、それもこれからやっていかなくちゃいけないなと思ってます。